でもなんとか勝てそう。おじゃあろメインのロカメントかね。僕でもなんとか勝てそう。誰かが飛んでる。この木はやっぱりベンデだ。クリリンさん、ごはんさん、どうしてここに。ああ、それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。それで最長老さんとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだ。やっぱりそうだと思いました。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。ビリビリ言えれ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。ナメック語、それは確かに僕らには無理ですね。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい、もしかすると眠ってるかも。よし、できるだけ気づかれないように戻ろう。뭐야도착또베지타와도다아네못띠마자고있어베지타아이츠타타갓때밖가닿다가라나しかし고래와베지타오다시늑찬스다아이츠니사토라레나이오そっと드라곤볼을離れた場所まで運び出そう。신론が出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからな。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え？フリーザだ。急げデンデン、早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。용신소라가그렇게났다지구의드라곤볼도이쇼다뭐야근육빵빵은봐봐용신드라곤볼은나나코소로의시모노요사내가이오이응아이넌나내가이모가노나강일이세가지나들었죠叶えてやろう。すげえ。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。早く願いを。フリーザやベジータが。ああ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ。ポンテロ・ルピチェ。それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだ。え？そんな。한사람당한번生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。ピコロウソナイ。俺にご飯と話をさせてくれ。頼む。わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ご飯、聞こえるか？ピコロだ。ピコロさん。そっちの状況はわかった。いいか、よく聞くんだ。一つ目の願いでこの俺を生き返らせる。本人부터달려라。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。똑똑한데ピコロ。
そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。그러다프리자한테죽으면말장깡아니야。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。その星に俺を呼ぶんだ。わかりました、ピッコロさん。頼んだぞ。三つ目の願いは好きにしよう。デンデ、地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。はい、ピッコロさんですね。발음틀리면안된다。テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス、プヤキリグオ、ウオトク、ファラクサ、ペロプッポ。わかった。一つ目の願いを叶えてやろう。神様、ほらあった。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。は、はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ベジータは지금도자고있어。ここがふるさと。お、ピコロあった。ナメック星か。なるほど。妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。遠くにとんでもなくでかい木を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。ピコロ、죽음에서돌아왔다。フリーザが近づいてきてると思えば、どういうことだこれは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだあの化け物は。자기자고있을때。それにドラゴンボールも奴らもいない。あの化け物はあいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。二つ目の願いも叶えた。さあ最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来てほしかったのですか。そんな。はあ、ベジータ。どう、貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ、愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。ま、待って。자기빼놓고놀았다고。まだ一つ叶える願いが。ま、バカ、しゃべるな。もう어디까지토해내는거야。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。三つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。ヌンチクダンカブロ。俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。お、
なぜ竜が消え、ドラゴンボールが あんな石に取り出ばれんね。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか？初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんがもしけらなの。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな なんて敵だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。勇気をぶっ立たしね。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変える奴がいるんだ。カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。もう馬なさきれ鬼ひめ주체를못해。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。バロペドリ깔기네。そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。なんて敵だ。뭐야, 덩치 엄청 커졌어. 気をつけろよ. 고났다 심었더라. 마이ほど優しくはないぞ.
何しろ力が有り余ってるんだ。1000万戦闘力にしたら100万以上は確実か。何ばっ、情けない面だぞベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。뭐야홀로드립박은가요よくもクリリンさんを。クリリンさん、あいつを助ける気か。無駄だ、すぐ死ぬ。逃げ、クリリンさんを助けなきゃ。飛べ、デリコ。死なないでクリリンさん。そんな心配をしてる暇はないぞ。クリスイッホー。빠빠빠빠더맞은다더맞은다게리포별거아니구만레벨업今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう、俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。あ、俺とそっくりだ。최고장로지키던그친구잖아。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば。俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが、見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすれば、フリーザにでも勝てたろうに。何？再び神のやつと同化して一人になりさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ、私はフリーザに圧倒的にやられましたが、あいつの力はよく分かったつもりだ。今さらどうしようもないことだ。それに俺はあんなやつと二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな、人格はお前のものだ。いいだろう、試してやる。絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。빨아먹는거야？まさかこんなことが。なんという力だ。
信じられんほどの凄まじい力が。これがどうかというやつなのか。今行くぞ、ご飯。あ、ピコロ曲がった。あいね、出入りね。キョンチ、ピコロ。この力があれば勝てる。どんなやつであろうと。イジプレビア。はずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたんだ。ラゴチギエヌ。ザコがいるようだな。あそこか。여긴가。どうしたベジータ。助けに来んのか。어살아있네뿌리질러도난데아이츠가나니아이츠와스크낙토모소토노주쇼다타하자니도토復活되기니요코나고나니시테그레르타이오켄타이오켄뭐해베지터よかった死んでいないすぐに直してあげるよ そういうことだったのか何してんだよベジータ뭘깨달은거야あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ俺たちだって知らなかったんだ知ってたら悟空もとっくに直してもらってたさ驚いたよデンデありがとう頑張ってデンデ엄청난힐러인데サイヤ人の血を引いてるだけあって復活したら戦闘力がぐんとアップしやがったよしほんのわずかだけ運が向いてきやがったかなおばんうわくせつろじごいろなんだバカなロボチルあのチビも確かに死にかけていたはずだ何か来るぞクロさん待たせたな。ち、誰かと思えば、俺たちが地球でぶっ殺した野郎か。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。カスで悪かったな。だがこれだけは覚えておけ。フリーザを片付けた後、今度は貴様の番だということをな。まだナメック星人が生き残っていたか。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。ええ。相手の実力もわからないバカが、やれるものならやってみるがいい。これまでのナメック星人とどこかが違う。あがんがん解放。所詮この俺の相手ではないがな。宇宙のゴミを片付けてやる。おーし。スイフッ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 
갑자기? さっきは悪かったな。 貴様を舐めてたんだ。 だが想像以上にできるんでな。 実力を見せることにした。 俺もだ。 本気でやろう。 どうやら勘違いしているようだな。 今見せたのが本気だと思ったのか？ 何？ 貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ。この俺に対する地獄以上の恐怖を。変身だと？よし、先に絶望感を与えておいてやろう。やったん、変身なんか。どうしようもない。絶望感をな。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。 その変身をあと2回も俺は残している。その意味が 일일이 다 설명해 주네. 分かるな? 내 변신은 아직 더 남았다. そんな あと2回も 見せてやろう。 光栄に思うがいい。 この変身まで見せるのは 貴様が初めてだ。 僕も戦います。 くそ！ 待て！ 貴様が言っても無駄だ。 それより この俺を半殺しにしろ。 今すぐだ。 え？ ふう。 お待たせしましたね。 뭐야 프리저 머리 왜 저래? 바케모노메! 도우리? 조금 하이픈! 피플선から受けた! 다메이지가 나くなってる? 안타까워! おお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 お
や！ほ
마을이 앞에선 어쩔 수 없지. 俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活したときに強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない。貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だってそんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。あれ以上強くはなれん。よし、この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。今のうちなら間に合う。早くやれ。もやそれでいいんだ。ごはんこの場を離れるんだ。はい。何この俺は直せんだと。お前も僕の仲間をたくさん殺した。そんな奴は直せない。なんだと。뭐야그러면때리기전에얘기를했어야지。僕はあの人を助けてくる。大丈夫ですか。すまない、助かった。クリリンさん、どうしてベジータを。サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのはお前も知ってるだろ。だからあいつわざと半殺しの目に。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。でも直してやってくれ。今の俺にはフリーザは倒せん。なんだフリーザか。変身が完了したんだ。おかしいですか。お願いベジータを直してやって。もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。姿が見えてきたぞ。오최종형태아래가프리자의쇼타이치사가맞는데사뿌리시지마때학력가外見だけで実力を判断するなといういい見本だ。今までの方がずっと可愛かったぜ。苦労させて願いを叶えてもらったがすまなかったな。お前たちを助けられそうもない。
せんべい。あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか皆さん。ベジータ그래아까두드려맞아가지고그런것같네회복을못했잖아약속でしたよね地獄以上の恐怖を見せてあげるってなんてスピードだあれがフリーザの正体かだが今の俺ならやれるふん貴様らは邪魔だ引っ込んでよく見ておくんだなあおぼかなもうダンガーかな하신대요やりっぽバロブちゃんもんうわガキどもには見えなかったようだが俺には見えるぞ貴様の動きがな大した自信だねベジータそれとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ恐怖の宣告フリーザ最終形態の超パワー相変わらず冗談きついねカカロットの出番はないで見えてるぞいや少しだけ付き合ってあげようかなバン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 もんでもんでおうしちょっと本気を出してあげようかおうしおお。おお。まあ、四番や。ああ。ああ。は。限界だと。俺はスーパーサイヤ人だ！くたばれ！フリーザー！スーパーサイヤ人、ヒマンガハン。진심을다해서왔는데그냥발로차버리네俺には、これが限界だというのか
今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。フリーザ、ダメ느낌だ。手助けしたくなら、いつでもどうぞ。パリ터지는데。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれだ。すまん、今行くぞ。もうやった。なんとかなりそうだ。よし、すぐ近くだ。フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ、その他にオラの知らねえでかい木がいる。誰なんだ、まさかこの感じピッコロか。待ってろみんな。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。あ、フリーザ、ん、遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん、悟空。まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット。そうか。お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。おお。바로반격さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザー、もう貴様はおしまいだ。邪魔みゃ。出たはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はハズだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、フリーザが。あいつの手となり、足となり、命令通りに働いたってのに。貴様の両親も、俺の親である王も、아베지타가왕이었구나왕의아들이었구나다도무
そしてくれ。엄청무난하고다행다노마사이야진노텐보디는안되니까지금죽었어やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことは、でっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。죽기전에오메니고로사레타사이야진타치야코코노나메크세진타치그렇게빌면서갔는데소원을이뤄줘야지오메요부타우스くだらないことこの場から離れるんだ俺たちは邪魔だ고早くしろお父さん死なないでフリーザをやっつけて。들어와。何か嫌がんな。さっさと片付けちまうか。よっ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 。死ね。やられてた。ずっと強いようだね。でも僕には金はない。でもわかんねえぞ。さあ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 。よっ。まだ。やにやにやに。モーニングアップはこれぐらいにしようかな。オラもだ。よっ。よっ。ピースがピースがピースが。よっ。おお。じゃんけん。うん。よし。さあ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 。エネルギーパー。全然固定的に。帝王権。エネルギーパーそろそろ決着をつけようと思うんだけどどうかなそうかもエネルギーパーはあ、僕の計算では、おお、ワンキョーマスパワーの半分も出せば、君を宇宙に治療することができる。うん？レベルアップ。楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。20米が可能ね。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。
이시벨을맞았는데도뜻떡이없네너난데것도다대대시대기차있네오오토사의기가수입이했대루이세상에あんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。손이달달떨리는데フリーザ今のは痛かった。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、ソンのやつ何かするつもりだ。ん？아니원기요怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あっ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。フリーザは王宮に저렇게만세하고있는데。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。빨리안때리고기다려주네。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。그래100개차야지。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人も、この星もろとも消せば、この世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮、スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。あ、해수면바깥고。日が보였네。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ナイスピッコロ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう完成させちまえ。すまねえ。こいつもこいつもこそこそと鬱陶しいヘイどもが。
んなところにも。まったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミに捨てやる。完全열받았다프리자。よしできたぞ。やれ。뭐야행성급이잖아시왔다겁나고뭐지웠나크리린사요부지だったか하이오오토산たち와오오토산たちすぐ近くにいたからまさか一緒に巻き込まれたんじゃピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん、悟空、やったな。あぼん。さ、蹴るか。なんだクリリン、すっかり忘れてたブルマさんのこと。脅かすなよ。잘만살아있는데クリちゃん。あ、そんな。フリーザだ。ピコロアウト。貴様ら一匹残らず生かしては解散ぞ。오오오막날아댕긴다크리린야그러크리자고구어뭐야몸이폭발해버렸어오츠미와가키노호가나분노로초사이어는강해진다슈퍼사이어인あいつの変化は、まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。超サイヤ人。俺は怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。次から次へ。偉そうなことに言うが、貴様らサイヤ人は罪のない者を殺さなかったとでも言うか。俺が滅ぼした。サイヤ人はなんとなく気に入らないのに。貴様を
パーパー、エレレキパー、モンギョあんなやつに、あんなサイヤ人なんかに、パーエレキパーパーモンギヨーパー、エレレキパー、ふざけやがって後悔しやがれ、力がなんとか、エレレキパー、スーパーフィニッシュ。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう？俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。자기가자기소개하려니까어색하구만。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー、終わりだフリーザー。言っておく、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられる。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ！しまった！パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろフリーザー。貴様がフルパワーになるのを待っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。バイクを出るんで。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな。何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい地球の神よ、聞こえるか。
はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか。叶えてほしい願いがある。はい、ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、地球のドラゴンボールは一度に複数のものを生き返らせられるのだな。では寿命で死んだものも生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるものすべてを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが急いでくれ。ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。変身。あ、ナメック星人다시살아났다。あ、ベジットが살아났다。なぜだ。俺は生き返ったのか。お、최고장로。どうしたことだ。なぜ。運命이나에서죽고또부활해서또죽。ナメック星の最長老よ。私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。いいだろう。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。あ、そうなんだ。フリーザを除く者たちすべてを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですがシェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い、あ、もや、この俺を除いた者たちすべてをに変えてくれ。聞いておったのか、ゴクー。전통신이가능하나。ここはひとまず今ここで勝負の決着をつけなければ、
俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。その本は어떻게돌아가려고그러냐。용신이다。でんでよ、最長老だ。最長老様。質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしい。그래、딱집어서얘기해야돼。손오공이라는사이어인분명히있으면이거큰난다。さあどうした。願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空。このフリーザを不老不死にしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空。プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。이나메크어를안하면은소원을못비네。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。그리고대답은나메크어로가님공룡으로얘기하고。다사라진다。뭐야용신지도가네。뭐야드래곤볼지도가잖아。아니갑자기どこなのよここ。みなのものよ。ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。デスメッチだ。今この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。待てか。대의왕권어대왕도좋네이제풀리네헬제헬리파호시노박하하트가사키카どちらにしても貴様には死しかない。カムン。エネルギーパー。このフリーダに勝てるわけがない。パーおりゃパー。もうここまでだ。
え、手腕に壊す？エネルギーパー！もうここまでだ！オンジオーパー、もうここまでだ。エネルギーパー、エネルギーパー。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。やっぽんぞばら。俺が負けるか。君引っかかるか。いやー、うわー、うわくそー、助けてスロー。そのうわうわ、5人リスで5人に、そんなうわ、몸이두둥각이났구만그것도손오공은또피하라고얘기해주네너무착한거아니냐그쇼오레와난토가지키우에키웠듬세오메이와코노고시도운메이오토모니스룬다나と言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。バルディトンズシャッ、バロバラシギ、돌아갈수있는건가？남아있어？フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし
無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の一年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。お前、一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、130日で한번씩一つ目の願いでドラゴンボールを差し出せるんだ。二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールと共に。おっす、オラ悟空。なんだって、フリーザが生きてた？しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。